小谷さんいらっしゃい。加工さんいらっしゃい。はい、近藤さん。はい、バッハです。まだね、爪がちょっとかからないのでね、ちょっと弾きづらいんですけどね。今日はブーレなので、バッハの先にね、先にバッハのブーレをちょっと弾いておこうかと思って。音どうですかね、大丈夫ですかね。ありがとうございます。音はいいんですね。あとはまあ演奏だけ、演奏が良ければいいんですけど、まあ、少し練習しながら、今日は真面目に、講義をしますけど、レクチャーをしますか。まだちょっとね、完全に親指が引っかからないので、やっぱりセコビアの推奨するアグアドをね、ちょっと練習しようかなと思ってますけど。安尾さんいらっしゃい。紗友子さん、こんばんは。今日はちょっと早いですね。今日はね、まあ私の事情を言うと、 あとちょっと家内がちょっとパソコン使いたいらしいので、ちょっと早めに終わります。
このね、アグアドなんかもね、おすすめなんですけどね、練習用としては。あとは、だいたいね、8曲ぐらいあるんですね。セコビアの推奨するやつがね。まあ、実際に録音されてるのがね。さんいらっしゃい。レシマ、グッドイブニング。Is Mark go look? Look this my nail. My nail is grown up just now, like this. But still, my thumbnail is short, a little shorter. So I'm quite waiting. Just grown up more, 2 or 3 millimeter more grown up. Okay. But it is very short, so I can't play easily. I can play the guitar easily, like before. ありがとうございます。やっとね、やっとかかるようになりましたけど、まだギリギリです、これ。あと2ミリぐらいね。アグアドのね、この練習曲はいいですよ。ザ・ギターという感じでね。あ、福本さんいらっしゃい。The nail will grow back and shape itself to play. Sure. This is amazing. Even though my nail is get little before, as you know, when I was fishing. I lost my thumbnail, but it is grown back.
And this is very amazing. はい、堀川さんいらっしゃい。栃木博夢さんね、初めてかな、初めてのような感じがするんですけど、こんばんは。まあ爪おかげさまでね、また生えてきましたから、これ本当にありがたいことですよ。Supporters of the plant without a fingernail. That's right, yes, that's right. そらとくもさんね、いらっしゃい、こんばんは。The nail is like a tool, like a tool to play the guitar, and like a pick of a folk guitar. So it is very necessary to play. So I was trying to use the subnail like this. When I lost in the subnail, I was using the subnail, some pick, but I can't satisfy with the sound of
the sound which played with the subnail. So it means the tone or sound of classical guitar is so sensible. あ、若菜さんいらっしゃい。若菜さんね、了解了解、いらっしゃい、セブ島から。はい、今野さんいらっしゃい。先生、セコビアの演奏をされて聞いたことございますか？私はね、私はね、パリで聞きました。パリで、スペインからわざわざ聞きに来ました。まあ、一生に一度だけだったですけど、今野さんね、私は、今まで生涯でいろんな人のコンサート聴きに来ましたけど、セコビアのがナンバーワンですね。私にとってはセコビアの演奏が一番思い出深いというか、一番いい演奏だったですね。サイコさん、先生は通常 周波数何ヘルツ？440です。440ですね。What do you feel as you teach and show us is wonderful and brilliant. Thank you, thank you. はい、中村さんいらっしゃい、こんばんは。あ、おじさん、こんばんは。なんとか今日ちょっと早いのでね、お餅パンダさんいらっしゃい、こんばんは。そろそろ揃いましたね。皆さん、いつものメンバーが揃いました。実はね、今日ちょっと、嫁さんがあれなんです。ちょっとパソコン使いたいということなので、ちょっと早めに終わりますね。ちょっとパソコン我が家に1台しかないので申し訳ないんですけど。はい、ホセさんいらっしゃい。だいぶ生えましたよ、爪が。もうちょいです。It is necessary. One more length. まあでもね、やっぱりさっきも練習マークさんにね、English で英語でちょっと話をしましたけど、まあね、あとラインシャープさんが送ってくれたりね、いろんなことをまあ。手作りのサンピックを送ってくれたり、まあ、本当にありがたいことでね、本当に嬉しく思いますけどね。で、まあ、自分のサンピックも使ったり、こういうやつをねやってたんですけどね、やっぱり音は物足りないです。やっぱり音は物足りないというか、 だから何を意味するかというと、やっぱりそれだけギターのクラシックギターの音はクラシックギターの音は繊細だということなんですね。何が分かったかというと、やっぱり、微妙なところなんですよ。じゃないとやっぱりダメ、自分の爪でないとダメ。それでちょうど肉と爪とのちょうど間中にね、弦が入らないといけないということでね、それだけやっぱり繊細だということなんですね。まあなんとか、ホセさん、まだ髪の毛は生えないんだけど爪は生えてきましたから。はい、ハッピー太郎さんいらっしゃい。もうあとちょっとですね。ずっとアグアドの練習曲を今弾いてるんですね。これ皆さんにおすすめなんですけど、僕はね、これはね、実はセコビアがね、録音してるんですよ、レコードで。レコードというか、まあ、その当時はレコードしかなかったけど、でやっぱりこれはね、おそらくセコビアはその学習者のために録音したんだと思うんだけど、とても美しいです。簡単な、まあ、そんなに難しくないですよ、アグアドの中でね。練習曲です。爪は時間解決してくれますが、野上さんいらっしゃい。技術向上は練習あるのみでしょう。そうですね、やっぱり方向性はセコビアですね。毎回思うんですけどね、これを失っちゃダメだと思ってて、やっぱり東大役なんですね。はい、早
林さんいらっしゃい。そうかそうか、ごめんなさいね、ここだ。ずっとアグアドです。これね、僕ね、アグアドのこの8曲は、演奏してアップロードしてます。ちょっと皆さん探してください。まあ本当はね、これ、各曲を、楽譜をURL を教えてあげればいいんですけど、これアップロードしてます。多分タブ譜と楽譜と両方上げてますのでね。まあまずは皆さん探してください。私もね、たくさんあるので自分でアップロードしておきながらどれかっていうのは見つけられないんです自分で。アグアの練習曲正式名称は何ですか？おもちパンダさんね、正式名称はないです。まあ作品番号というか、これはね、だから練習曲のアグアドの練習曲の中の第1部第2部第3部ってあるのかな、その中の何番とかっていうのはあるんですけれど、うん、でどうだっけ、これから弾くのはね、これ全部第一部の作品だと思うんですね。練習マーク Today in Warsaw it is heat 31 segmentだそうですよ。暑いですね。Well, it's almost in Japan today 30 segment or degree. 30度。日本は30度ですから、ほとんど一緒ですね。でもワルシャワは日本よりは北に位置しますので、暑いですね、31度だとね。I think it is a little hotter than Japan because Warsaw is a little more nether than Japan's wear.
海さんこんばんは。佐藤文さん、この講座は今夜だったんですか？不定期で困ります。申し訳ありません。すいません、本当に申し訳ないです。決めてないので。There are more and more weather anomalies. Anomalies. Okay, okay. Anomalies. And Europe heatHalf storm and tornadoes. It was not so often. Sure. We think so. And the earth is getting more and more smaller. That is the cause of our course.And I think humankind, what will happen to damage to the earth? It is long. I think it is long. So we should back like before ancient time. I think so. 先生の CD に収録されてますか？入ってますよ。入ってます、おもちパンダさん。たくさん入ってます。僕全部入れてますから。これはもちろん入ってますよ。セコビアのリズムと間が何とも趣あります。歌わせる作品ですね。エチュードの CD 何回も聞いてます。赤今野さんありがとうございます。僕自身の個人的なことを言うと、まあ僕もやっぱり好不調があってですね、まあスランプの時期もあるんですね。こういう時にね、必ず僕はね、調子が悪い時に必ずこういうふうにセコビアの、このアグアドを弾くんです。あるいはセコビアのレパートリーを弾くと、あ、これだと思ってね、原点に回帰できるんですよ。だからそういう意味でね、皆さんもね、まあ、ずっと何て言うんですか、継続して上手くなるということはありえないので、必ずそのスランプが起きます。でそのスランプが起きた時に自分が どこかに回帰できるというか、原点に戻れるものを持つべきなんですね。でそれは曲であったり、あるいは演奏であったり、あるいは人であったり、そういうものが必要だと思います。じゃないと物事は続かないと思います。35の練習曲9番、出だしが心地よいですね。そう、この35の練習曲というのは、大沢先生ね、大沢先生かがまとめられたものですよね。全音から出てるものですけど、もともとはアグアドの練習曲です。狩野隆さんいらっしゃい、こんばんは。だからこれはだから収録されてる、だからデラマサの分でいくと第一部かな。今弾いたのが第一部ですね。プリムラパルテのナンバー27ですね。今最後に弾いたのがね、順番にいくとですね、最初に弾いたのが
番号売ってなかったのもあったので、最初のがね、一番最初に弾いたのが 第1部の2番、練習曲ナンバー9ですね。最初に弾いたのがこれですね。で、2番目に弾いたのが、24番か。これね。で、次に弾いたのが、これ有名なやつですね。あの、次の3番が、あ、違う違う、ごめんなさい。3番目に弾いたのが、だから2番目に弾いたのが有名なやつで、これがナンバー2ですね。これですね。まあ、要するに全部青角に載ってますで、僕はこれを一度全部まとめたやつをチャンネル上げてると思いますので、探してみてください。青木で、アグアドで調べてみてください。はい、森原さんいらっしゃい。まあ、とにかく曲が膨大にありすぎて収録はできてませんので、なかなかまとめてないというのが申し訳ないんですけど、あ、もう一曲忘れてた。これね、これもいい曲なんですね。これもいいです。これが、13番ね。13番ですね。Please make a comparative lecture sometime between classical guitar and acoustic guitar. Okay? Differences, advantage and disadvantages. Uh-huh.クラシックギター and アコースティックギター and then I have to explain about the history. Of course, クラシックギター is older than アコースティックギター and nowadays we are accustomed with アコースティックギター and フォークギターbecause of popular music. So we are accustomed to popular music. And unfortunately, classical guitar is not major. Not major, but.I hope the people know that how the classical guitar is beautiful and fascinating and charming.
I hope that the people think that, thinking that. お餅パンダさんね、1番がね、ちょっと待ってくださいね。今日ちょっと順番ちょっと間違えて引いたので、今日最後に引いたのがナンバー13ですね。今引いたのがナンバー13です。で、最初に引いたのが、最初に引いたのが、一番最初に、今日は一番最初に引いたのがナンバー9です。で、2番目に引いたのが、今日ね、何番目に、2番目に引いたのが、ナンバー2ですかね。そして、3番目に引いたのが、3番目に引いたのが、ナンバー24。で、4番目に、4回目に引いたのが、ナンバー4かな。4番ですね。で、5番目に引いたのが、ナンバー14。あ、これはね、ナンバー14というのは、大沢先生のね、だから、5番目に引いたのが、第2部の2番ですね。第2部の2番ね、これがセコビアのね。で、6番目に引いた、あ、6番目に一番最後に引いたのが13でしょ。で、その後、そう。その後26番引いたのか。ちょっとね、申し訳ないです。だから、はっきりとしてないんで申し訳ないです。番号はね。はい、ブラックナイトさんいらっしゃい。早速、まあ今日はぼつぼつ皆さん、お集まりになられましたので、ブーレ行きましょう。これですね。今日はでも楽譜をね、ずっと出してたので、大きい画面の人は見れるんじゃないかなと思いますけどね。で、今日はこれですね。これ見えますかね？ちょっとまあ、あんまりよく見えないかもしれないけど、ブーレですね。これバッハのブーレ。で、今日はね、一番最初にも、流徳組曲一番のブーレを弾いたんですよ。で、ブーレっていうのは、二拍子系の、まあ、フランスのね、二拍子系の速い踊りですね。テンポの速い踊りです。で、まあ、ガボットとよく似てるんだけど、ガボットとどこが違うかというと、ガボットはですね、2拍目から、ごめんなさい、3拍目、3、4から始まるんですけど、ブーレの場合は四分音符、小節をまたいで一番最初がアフタクトの四分音符から始まる。まあ、これがブーレとガボットの違いなんですけどね。わかりますかね？ブーレ。で、パークリン先生がこれ、まあ、教材で挙げてるんですけれど、このブーレは私ね、どこかっていうのがちょっと私分かってないんで、皆さんにね、逆に、リスナーの皆さんにご協力をいただきたいと思いますけど、このブーレは、どこにあるブーレなのか、まあ、たくさんありますからね。ちょっと弾いてみましょう。ごめんなさい。最初から間違えました。ごめんなさい。いきます。
こういう感じですね。今楽譜見ながら弾きましたけど、皆さんは見えましたでしょうかね。今度はちょっと演奏ちょっと見せましょう。テンポはね、まあブーレなのであんまり遅くはできないんだけど、でもまあ練習としてはやっぱりゆっくり弾かないとダメでしょうね。こんな感じでしょうかね。なかなかバッハはね、やっぱり手強いです。バッハは難しいです。何が難しいかというと、こういうバロック時代のね、バッハの音楽っていうのはこの対位法というんですけど、まあ声部ね、メロディーが、まあ、例えばこの後出てくるクラシック音楽になってくると、伴奏とメロディーというのがはっきりしてるわけですね。伴奏とメロディーがはっきりしてて、まあそういう作曲技法というんですかね、モーツァルトとかベートーベンとか。だけどバッハの場合は、低音と高音とかね、メロディーというのがだからたくさんもこうあって、それがまあいろいろこう絡み合うというか、一番有名なのがフーガとかね、カノンとかフーガとか皆さんご存知だと思うんですけど、そういうふうにどこの声部もやっぱりメロディーになってるということなんですね。だからまあメロディーはこれはメロディーなんですね。下の方の、ベースの音もここはまあちょっと難しいですけど、まあまあ上のメロディーは取ったとして低音ですね。こうなるわけですね。で、まあ、これが絡み合ってるということです。で、まあ、下から、2段目のところは三声部というふうに、まあ、とってもいいでしょうね。これちょっと原曲を見てみないとわからないんですけれど、こういうふうにバッハの場合は厳格にその何声部っていうのがはっきりしてますのでね、だからそれもちょっと理解しておいた方がいいんです。そうすると難しくなってくるんですね。だから一つのパターンでいかないんですね。だから覚えにくいんです、バッハの場合は。で、この曲の特徴的なものはまずブーレですから、一番最初のこのアフタクトですね。このアフタクト、ラーラーシー、これこのラーは かなり強めに出ていいですね。中政さんね、中政さん初めてかな、こんばんは、いらっしゃい。ラらしそらしど、でここで、フレーズが切れます。ラしそらで、特徴的なのはこのメロディーですけど、これシンコペーションです。ラらしそらしど、ラしそら、パーパッパっていうふうにね、
で、後半もミニファミレドレシレミレドシラソファミレラらしソラシド、これもシンコペーションです。ラシドラシソラ、ここはまあやっぱりシソラでメロディー取った方がいいでしょうけどね。バッハ曲は練習しましたが簡単なようで難しかった。難しいですね、バッハはね。はい、お晩です。ララシソね、ララシソラシドラシソラミミファ、これで、下はレドシソとありますから、レミレドシラソファミレララシソラシドシソラ。この前コメントした高校生のもな。そうなんだ、いらっしゃいいらっしゃい。高校生ね、大歓迎で、大歓迎だよよろしくお願いします。このバッハの曲は知りませんでした。この曲なら弾けそうです。佐藤文さんね。うん。弾けると思いますね。まあ、で、パーコニー先生はね、やっぱり入門者、初心者、入門者のことを考えて、できるだけハイポジションを使わないように作ってますからね。だから、弾けると思います。まあ、ただそのなんていうかな、このブーレらしさというかね、それからあとまあやっぱりバッハの場合は非常にそのキリスト教教会のね精神というのがバックボーンにあるので、そこら辺もちょっとやっぱり理解しないと本当にいい演奏にはたどり着かないということです。皆さんそれは分かっていただきたいですね。まあなかなかね、私たちは練習マーク以外はねヨーロッパの人間ではないので、だからそのキリスト教文化っていうのがなかなかね理解できないところはあると思うんです。まあ中にクリスチャンの方いますかね。なかなかちょっと感覚的に捉えられないものがあるんですけれど、本当にいい演奏をしようと思った時にはその曲の背景ですよね、精神的なバックボーンというのが分かってないと本当にいい演奏にはならないということですね。そこら辺も分かっていただいたらと思います。僕は上の方だけ歌って、うわ、まあまず上だけでいいと思いますね。上だけね、あるいはまあ低音を歌いながら上の音を弾くとかね、まあ逆をしてもいいんですけど、そういうことをやっていいと思いますね。でこういう曲の場合にですね、まあ私は皆さんに、セコビアタッチを推奨します。やはりね、ギターが歌わせられるのはセコビアタッチのこのタッチですね。で私もようやくねこの親指の爪がかかるようになったので、まあセコビアタッチができるようになりましたので、これですね。こういう低音の時にですね、少しこれまあ、私スタッカートしてるの分かります？でスタッカートする方法はね何通りかあるんですけれど、まあ一番手っ取り早い方法というのは弾いた指で触ればいいです。でこういうまあ少しねテンポを落とした曲の場合だったらというふうに弾いた指で触れば消えますから、
でここのところですけど、一番最後のところですけど、この低音がですね、低音のミが出てきてます。ここはできれば小音したいですね。方法としては一番ベストは親指の背中ですね、ここで軽く触って消す、もしくは弾いた後で6弦を触る、まあどちらにしてもこのこういった低音、残ってる低音ですね、残ってる低音がまあ少し、邪魔というかね、この音がちょっと邪魔をしてるなというふうに感じたらいいですね。消さなければとか楽譜に書いてあるから消さないととではなくてですね、ずっと鳴ってる音があった時にその音がやっぱり不快に感じるようになったらいいですね。これがやっぱりあの小音の基本的な考え方だと思います。まあ今日はだいたいそのぐらいでしょうかね。あと皆さん何かご質問があったら。今日はね、あとはだからさっきのレンシマンクさん の, あのクラシックギターとフォークギターの違いについてっていうのがあったんですけど、まあクラシックギターとフォークギターの違いももちろんその楽器上のね、性質というかそういうものも話をしたいんですけど、それ以上に僕はね、皆さんにお伝えしたいというか、いうのはポップス音楽とクラシック音楽の違いね。もう最近僕はもう本当にいろいろ考えることがあって、フォークギター、ごめんなさい、ポップス音楽とクラシック音楽との違いね、まあどちらでもいいんですよ、もうとにかく楽しければ、音楽は楽しければいいんだけども、ただやっぱりその根底にあるものというかというのはちょっと違うような気がしてて、このここの線引きですね。でまあ僕は最終的にやっぱりあのクラシック的な人間なので最終的にはクラシックのところに戻りたいなと思ってますけど、まあ今もそうです、クラシック音楽を皆さんにお伝えしてるんですけど、その何と言うんでしょうかね、その音に対するその姿勢というかの違いというのをまじまじとねちょっと考えてるんですけど、まあ皆さんあまり そこら辺は普通に音楽をやってればいいんじゃないかという感じで思われるかもしれないんですけど、僕は非常にそこら辺がね非常に悩ましいところなんです。まあ例えばあのまあ、クラシックだったらまあきちっとドミソの和音ですね。例えばドミソの和音があるんですけど、こういうふうな、でもこれジャズ系の音楽だとこれ ドミソの和音はですね、もう一つ音を加えてドミソ C なんです。こういう、まあ、C メジャー7という和音になるんですけれど、これなんかもだからもう基本的にその音に対する和音に対する感覚は違うんですね。もうね、この方がすっきりしてる。これまあこれは一体何かというところなんですけども、まあいずれこれちょっとうんちくを語りたいなと思ってますけどね。今日は時間がないのですいません。また聞きに来てさせてもらいます。仲間田さん、お勉強頑張ってくださいもう遅いですからね、うん、ありがとう。親指がまっすぐ上に反らないので底冷えとは難しいです。あのね、親指が反らない人はジュリアン・ブリームを参考にしてください。佐藤文さんね、もちろんあの曲がった方がいいんですけど、でもブリームのように曲がらない人でも、ブリームは僕はセコビタタッチに近いと思ってて、
ブリームはねセコビアタッチに近いと思ってますので、ブリームをジュリアンブリームを参考にすればいいと思います。決して親指が曲がらないからセコビアトーンができないということではないと思います。で、まあ私以前にも話をしたようにセコビアの根幹にあるものはもちろん弾き方もあるんですけど、技術的な問題もあるんですけれど、その本当にセコビアを理解するためには音楽を理解しないといけないです。セコビアが表現しようとしている音楽とは何かということを理解できないと、いくらその形だけ真似てもダメだということなんですね。セコビアの音楽性ですね、そこをなんとかね皆さんね、分かっていただきたいというか、なんとかそれの道しるべになればいいんですけどね。ちょっとでも分かってもらったらいいんですが、ブリームの DVD ね、それ持ってるんだったらそれでタッチをね、特に右手ですね、もちろん左手も参考になると思いますけれど、ブリーム の右手のタッチですね、もう限りなくセコビアに近いですよ。ブリームの方が少し荒いですけどね、少し荒いとは思いますけど、でもやっぱり基本的には同じです。セコビアは何を演奏してもセコビアです。セコビアは歌ってます。メロディーがとにかくどれもなんていうかな、技術ありきじゃなくて、限りなく音楽に技術が奉仕されてるという感じです。この逆もあるんですね、実はね。技術の方が前面に出ちゃって、で、音楽が後ろ側に隠れてるという、昨今の演奏はこれの方が多いんですけどね。僕はセコビアは違うと思ってて、やっぱり音楽ありきなんですね。で、セコビアも言ってます、ギターズソングイズソングなんですね。セコビアはこう言ってるんですよ、ギターズSong is song って言ってるんですね。はい、ももかちゃんいらっしゃい。今が始まったの学校、また行けれないんじゃないの？もしかしてまた学校行けれないんでしょう。つまらないと思われてる曲でもセコビア聴くとなぜかいい曲になります。歌ってるからなんですよね。はい、ライシャムさんいらっしゃい。赤本の演奏者用買ってきました。6,600円、高いな。そうですか、もう今そのぐらいするんですね。高いな。でもたくさん入ってるでしょ、曲はね。日本の歌謡曲は全部入ってますよ、ほとんど。もうちょっとしたら終わりにしますね。うちの嫁さんがちょっとパソコン使えたらしいので。
徐々に緩和されてますが、原則オンラインになっています。ジュリアン・ブリムさんの演奏を知りました。とても興味深いです。ジュリアン・ブリムはかっこいいからね。僕も若い時はね、モンカちゃんの年ぐらいの時はジュリアン・ブリム大好きだったから、今ね、だから本当に学生、今本当に災難ですね、このコロナでね。で、去年と今年ね、まあだから今若い人は本当に気の毒だと思います。痛感しますよ。本当にまともにこう勉強ができない。それと勉強と、それからやっぱりなんていうかな、人との交流というか、特に若い間っていうのはいろんな人との出会いがあって、それがやっぱりなんていうかな、思い出になるというか、まあ、人間的な成長をさせるのもやっぱりいろんな人との出会いがないといけないんだけど、今のコロナは本当に分断ですよね。まあ厄介な時代に入ったなという感じで、まあ、僕はね、この時代のことを、まあだから、まあ、昔で言うとね、皆さんトワイライトゾーンって知ってます？僕はあのなんていうかな、あれなんていうのかな、まあ、番組ね、トワイライトゾーンが大好きだったんだけど、今で言うとパラレルワールドね、パラレルワールドに入ったっていうか、コロナという、だから私たちはまだなんか夢を見てるような感じがしてて、なんか違う惑星に入ったなっていうか、あの去年おととしの12月ぐらいに、まあ他人事のようにコロナのね、あの豪華客船のコロナの事件ニュースを聞いて、まだね他人事のように思ってたあの頃から始まって、何かなんかこう異次元ワールドに入ってしまったようなね。でもこれが現実なんでしょうけどね、いろいろ考えさせられます、今回のコロナに関しては。だから当たり前に西洋だったら、また当たり前にハグができない、でマスクが当たり前の時代になった。マスクっていうのもなんかもう、僕はねマスクなんて、まあインターネットなんかでもマスクをしてね配信したりして、自分の顔を見せないとかっていうのもあったけど、今はもうマスクが常識になってるから、あるいはもうあの握手をするとかね、まあ西洋だったらハグをするとか、まあ、軽いあのキスをするとかということもねなくなったでしょ。だからこれって、だからなんていうかな、本当に数年前では想像できなかったことが今起きてるというか、明日のことは分からないというのが僕の答えですね。明日のことは分からないというのが僕の答えです。間違いなく人生を計画的に生きていきましょうなんていうことはありえないというか、明日のことは分からないというのが僕の答えで、でこれって楽器の演奏とよく似てて、楽器もあの演奏がスタートしたらもう最後まで行かないといけない、でその途中で、とちったり、あるいは、数小節後に難しいところがあったりしたら、心配したりね、でもそれは分からないわけでしょ。だから僕は思うのはね、過去の過ち、もちろん過去の過ちをあの踏み台に直していくというのは大事だと思うけど、過去の過ちと、それからこれから起こるべき心配事ということにあまり時間を費やさないというか、それが大事なんじゃないかなと思います。それって楽器の演奏とよく似てて、だから普段私たちが考えている日常生活のその人の性格っていうのが全部出てくるんですよね、演奏中にね。で必ず演奏してて閉じるでしょ、で閉じったら必ずそれ引きずってますから、何小節前に閉じったことをずっと引きずったりしてる。でこれも忘れないといけないし、それからずっと演奏しててうまく弾けるんだろうかとか、数小節後に
難しいところが出てきた時にそのことをもう心配しながら演奏してるということがあるんですね。だから音楽の演奏と人生の生き方とよく似てるような気がするんですよ。だからあまり考えすぎないというか、明日のことは分からないということですね、が僕の答えですけど、皆さんどうでしょうか。はい、若菜さんありがとうございました。またね、オンラインでねやりましょう。若菜さんはフィリピンからです。フィリピンの方ですけどね、現在ね僕がオンラインでやってるのは、フィリピンとあと香港がありますね。香港の方とね国際的になってますよ。演奏も声も人柄が出ますね。不思議ですね。私もそう思います。意識して今を生きることですね。そうです、今を生きていきましょう。皆さん今しかないんですから今しかないんです。まあ本当はこの今も怪しいんですけど、実はね、まあ、僕の哲学論からいくとこの今も怪しいんですけど、でも少なくともこの今だけはしっかり捉えておかないと、過去と未来は幻想なので、今太郎さんいらっしゃい。もうちょっと今日は終わりにしようかと思ってたんです。すいません、終わりです。今弾いた曲とその前の曲はね、その前の曲は、ヘンリー・パーセル、ヘンリー・パーセルのニューアイリッシュ・チューン、ニューアイリ、新しい、アイルランドの歌か。で今がごめんなさい、ワルツ、ソルのワルツです。
今太郎さんね、だいぶ爪が生えてきたのでね、やっと自分の生身の爪で弾くことができるようになりました。まあおもちパンダさんと今太郎さんが連携ができててね、いろいろ私の足りない部分を補ってもらってて、お世話になります。本当にありがとうございます。ブラックナイトさん、世界は仲間、うん、同じ波長が合うものが集まればいいと思ってます。まあ同じ波長と言っても皆さんそれぞれ違うので、私何回も話をしますけれど、この世界で一番不思議なのは、それぞれ同じ人間なんだけど、この地球上にいる60何億かなの人たち、みんなそれぞれ違うということなんですね。みんな違う考え方、生き方、自分と同じような人間はいないんですよね。全く同じような人間は一人もいないんで、みんな違うんです、考え方がね。だからまあある程度その自分が発信をしてて、自分の波長の合う人というかね、そういう人たちが集まればいいなと思ってます。いろんなそのコミュニティがあると思うんですよね。でこのまあ私の YouTube なんか非常に特殊なコミュニティだと思うんです。だけどいろんな人たちが集まりますよね。いろんな集団があって、いろんなチャンネルがあって、まあ僕も YouTube でいろんなチャンネルを見てるんですけど、いろんな人が集まってます。それでそれはそれで皆さんその波長が合うわけですね。だから居心地がいいんでしょう。でそういうふうに集まるわけなんだけど、同じ自分と波長が合う人ね、あるいはハーモニーが合う人、例えば僕はドという人間だとしたら、皆さんはミという人かもしれないし、ソという人かもしれないんですよね。僕はドという周波数の人間であるならば、皆さんはミというかミかソかね、そういう不協和音じゃなくて、やっぱり協音程の人たちが集まるんじゃないかなと思いますね。でこれもやっぱりいろんな人との集まりで、で自分が気持ち、こう波長が合う人でも別の人とは波長が合わないとかね、そういうこともあるんじゃないかと思うんですよね。私だから音楽やってて一番不思議なのは、例えばドミソの和音を弾いて、これ波長調で、これ調和音で明るいんだけど、でこれドミソのこのマイナーの和音にしたら悲しいでしょ。これってちゃんと理由があるわけじゃないんですよね。こういう理由だからこれ悲しいとか、こういう理由だから明るいとかというものはないんですね。直感的にこのドミソの和音は私たちは明るいと感じてるわけなんですよ。でこれは暗いと感じてる。これって一体何だろうかというふうに考えた時に、つまり私たちの心がそうなってるんじゃないかなと、まあ僕なりのこじつけですけどね、私たちの心はそういう状態で出来上がってて、音楽というのはただの空気の振動にしか過ぎないんだけど、その音楽を聴いて私たちは心躍らされたり、泣いたり笑ったりね、感動したりするわけでしょう。だから音楽ほど僕は不思議なものはないと思ってて、じゃあ音楽って何かというと、私たちの心を表しているものじゃないかなと思ってます。ある一定数の振動があると、それを聞いた時に私たちは自分の心と波長が合うんじゃないかなと思ってますね。だから明るくなったり、明るい気持ちになったり、暗い気持ちになったりするんじゃないかなと思ってますけどね。はい、皆さん C コードの集まりです。はい、中村さんはそうかなそうかもしれないね。というところで終わりにしたいと思います。今日皆さんすいません、ちょっとパソコンもちょっと落とすんじゃなくて、ちょっとここを閉じないといけないので、よろしいでしょうかね皆さんね。はい、またうんちくを語りましょう。
もう少しで、まあ、実はね、パークリン教則本もうちょっとで終わりになります。で、実はもう早く終わりたいんですこんなこと言っちゃうとダメなんですけど、もうちょっとパークリン教則本は早くもう終わりたいなと思ってるんですね。で、僕って割とだから ある意味ちょっと真面目、クソ真面目人間なので、もう始めた以上は最後まできちっとやりたいというのがあるのでまあということですね。皆さんありがとうございました。そう、仲間さん、あさってね、あさってです。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。終わりにしましょう。ありがとうございました。終わりにします。